糸、道は、越谷治による日本の小説。2011年8月1日に新庁舎から刊行された後、2013年11月1日に文庫化された。青森県の高校に通うが、津軽弁なまりと人見知りのせいで、友人もいない女子高校生がアルバイト先のメイドカフェで奮闘し、成長する姿を描く。タイトルの糸、道とは、 三味線を引く際に指にできる糸道のことを指す。人見知りを克服したい気持ちとメイド服への憧れから、総マイとは青森市内の津軽メイドコーヒー店でアルバイトを始める。慣れない接客業に苦戦し、さらには風俗店と勘違いした客から痴漢被害に遭うなどの苦難を乗り越えるうち、徐々に糸のコミュニケーション能力は向上し、高校で友人ができるようになる。 一方、糸は、祖母の発言に手ほどきを受け、14歳の時には、津軽三味線の大会ジュニアの部で審査員特別賞を受賞したほどの腕前を持ちながら、自分の演奏する姿を見た、恥ずかしさから、久しく三味線から遠ざかっていた。しかし、そのスタイルがなき母譲りのものであったことを知り、再び楽器を手にする。そんなある日、バイト先のオーナーだった成田が、 青森県警に逮捕される。常連客の一人が奔走したおかげで、存続の危機は回避できたものの、店は経営の立て直しを余儀なくされる。店長や先輩メイドたちが奮闘する姿を目にして、少しでも店に貢献したい一心で、意図が発した一言がきっかけで、メイドによる津軽じゃミせん、ミニコンサート開催に向けて事態は動き出す。相馬孝一糸の父、小説では、 発揮の実施。広崎市内にある国立大学の文学部教授。教え子の学生たちを自邸に招いたり、糸の友人たちを車で送って行ったりする世話好きな性格。相馬発揮糸の祖母。小泊村の出身で20歳で、板柳のリンゴ農家に嫁ぎ、高一と糸を育てた。津軽ジャミの名手である一方、エディバンヘイレンの熱狂的なファン。 しばしば民謡と万平連の曲をマッシュアップさせた演奏をする。相馬沙織光一の妻で糸の母親。個人。広崎市で生まれ育ち、大学在学中に光一の熱心なアプローチに、こ負けして交際し出すが、板柳の相馬家を訪れた際、初絵の奏でる津軽蛇味線に魅了され、半ば強引に弟子入りした。やがて、孝一との間に糸が生まれるも、 乳がんのため32歳の若さで高い。当時5歳だった糸に残った母親の記憶はわずかだったが、その演奏スタイルや、喫茶店でアルバイトをしていた母のメイド服姿を写真で目の当たりにし、亡き母とのつながりを意識するようになる。工藤裕一郎店長。標準語を操るため、糸は初め首都圏出身者だと思っていたが、外ヶ浜町カニタの出身。かつて、 東京の大手飲食店チェーンに入社し、渋谷、公園通りの店舗を任されていたが、労働環境の過酷さに耐えきれず退職して帰郷。オーナーの成田に声をかけられ、津軽メイドコーヒー店の店長となる。はじめは、成田や個性の強い幸子やともみといったメイドたちの尻に敷かれている存在だったが、逮捕直前の成田から店を譲られ、銀行の融資継続が決まったのを境に、 経営者として、頭角を表していく。河西幸子メイド長。自称22歳だが年齢を5歳さば読んでいる。高校を中退して17歳で、一人娘、ジュリアンを産み、成人する前に全部と離婚してから一人で育ててきた。その首もぐどが口癖であるように、同僚メイドに対する言動はがさつだが、その実、 母親ならではの観察眼と面倒見の良さを発揮して店を切り盛りする司令塔。幸子が焼くアップルパイは津軽メイドコーヒー店の看板メニューともなっている。糸は幸子に泣き母の面影を重ね、慕っている。福士と美漫画家志望の自称、エースメイド。工藤、幸子と並ぶ開業当時からのスタッフ。学歩の実家からスクーターで通勤している。 かつては、肥満体のため学校内でいじめにあった恐竜の持ち主で一年発起して、ダイエットに励んだ結果、男性を魅了する体型を手に入れた。専門学校を卒業後、一旦就職するも規則に嫌気がさして、すぐに退職。津軽メイドコーヒー店でアルバイトをしつつ、福士サトルのペンネームで、週刊少年誌の賞へ応募を続けており、 奨励賞を取ったのを機に本気で状況を目指すようになる。店の人気者だが、勤務態度は良くない。また過剰なスキンシップを好み、頻繁にその被害に遭う意図からは、心に中年親父を飼う女とみなされ警戒されている。成田太郎、津軽メイドコーヒー店の創業者、オーナーと呼ばれている。ビーチボーイズの曲を愛聴している。ともに、とどと形容されるほどの肥満体と、 怪しげな風体の持ち主。糸の採用を決めて、ワーの秘蔵っ子と呼び、何かに付け目をかける。自身が経営する、有限会社成田エンタープライズでの営業活動が、薬事法違反で検挙されるが、その間際、津軽メイドコーヒー店の権利を工藤に譲り、店の存続を託した、山本俊介店の常連客。ともみ曰く、ゴールドのポイントカードを持つメイドカフェ配人の一人。 千葉県出身。糸たちが高校の社会科見学で訪れていた山内、丸山遺跡で自身の教え子たちを引率していたところと鉢合わせし、職業が高校教師であることが明らかになる。青木大店の常連客でメイドカフェ配人の一人、地元地銀の部長代理で店側と銀行との交渉の場に何食わぬ顔で現れ、部下と上司双方を言いくるめて、 有志の継続にこぎつけ、メイドたちを唖然とさせる。赤平凛、鳴海なるみ店の常連客で、津軽メイドコーヒー店近くの審判会社に勤める、OL。そろって接客業の経験があり、糸の初コンサート当日、臨時のホール係として、店を手伝う羽目になる。今るルかさない糸が意を決して五能線の車内で、最初に声をかけた、同級生。五所川原市在住。 糸に劣らない昔ながらの津軽弁和社。写真撮影と1970年代のハードロックに造形が深い。津島美咲、三上恵里早苗の親友で糸とも親しくなる。二人とも南津軽郡藤崎町在住。2021年6月18日に青森県で先行上映後に同年6月25日に全国公開された。監督は 横浜里子、主演は、駒井蓮。2020年9月16日から10月6日まで、全編津軽地方で、ロケ撮影が行われた。ありがとうございます。